かな。犬っぽくない？牛？馬？犬っぽい。アニメが来た。羊？塩の広前ね。ああ。あれ？飛び終わった？皆さんこんにちは。ショリッタのしほと。はい、というわけで今回はね、下町のアウトレットに来たので買い物していきましょう。はい。はい、というわけで最初に行きたかったもうお店の前にいるんですよ。こちらのプラザ。ここにあるんです。プラザ。まあいろいろね、プラプラしましょう。プラザにプラプラ。タピオカ食べるじゃない。タピオカ入れて飲むんだよね。じゃあ行こう。行こう。楽しみ。今からね、プラザで1000円分お買い物していきたいと思います。はーい。ナイーブとさ、バーバパパがコラボしてる。うち今ナイーブじゃん。そうだね。お肌をぎゅっと刺激。すごいねこれね。すごっ。見てない？これ何これ？アイロンか。かっこいいね。こんな筒状に入ってるよ。アイロンね。苦手なんだよね。ストレートアイロンだからいつも。見て、瞬間髪サラサラだって。すごい。すごいね。すごいねこれ。うん。やっていい？可愛いでも。サラサラになる？瞬間髪サラ。サラサラかも。サラサラかも。本当？気のせいじゃなくて。サラサラ。本当？へえ。もう重いね。すげえ。すごいね。ブラシにもいっぱいあるんだ。ストレートブラシいいよね。リンメルだ。リンメルのラッキーバッグ。メイベリンはね、中身がもう分かってる。わあ、ピンクだね。めっちゃこの辺ピンクコーナー。ピンね。可愛いいっぱいあって。可愛いね、めっちゃ可愛い。こういうやついいかもね。髪切ってからカチューシャ好きなの。うん。あった。見て、人気食。どっちがいい？ママ定番食じゃん。そう、ママはこっちなの。うちこっちがいい。うん、じゃあそっちにしたら？ピンクだ。よくない？人気食。2段だった。そうなの？うん、見て。見てみる。ほら、下にチークがあったの。新大久保で気づかなかったね。やば、新大久保。シャンプー好きなの？うん。ボタニカルだ。かわいいんだ。シャンプー好きでいろんなの試したくなるタイプなの。エイリアンがいる。じゃもう2000円だね、これだけで。本当だ。何これ？お菓子入ってんだ。へえ。バーバーパパとかもいた。かわいい。ミニオン。なんかすごいこれ病院みたいなね。これ可愛いんだ。でもこれも俺を買った。クマちゃんいっぱい料理見知ってる。かわいいね。これもかわいいね。クマちゃんのこういうって書いてある。チョコだよねこれね。ラブユーラブユー。ん？けどどれこれ？ハートホルダー。あ、かわいいこれ。あー、確かに重ねられるやつ。でもな、あとこれ可愛いね。めっちゃピンク。可愛いこれ。うん。デコれるこれ。確かにギョロ目とかつけられそう。これもギョロ目つけられそうだけどね。確かに。これも可愛い。これこれ。ん？何これ？マーカー。マーカー。よくない？もういらないかな。可愛いんだけど。可愛いと思った。何これ？クリップっぽくない？可愛いクリップ。可愛い。何これ？バリューパックディズニーだって。すごい。バリューパック。ニャンコロボール。あ、これか。すごい。ニャンコロボ、ニャンコなの？あ、すごい。一個取れてる。本当だ。これは何？あれか。お風呂の中でも使えるんだって。うん、ああめっちゃパックある。これ雑誌で売ってた。ルルルン。一番。一番いいんだって。ルルルン。うん。へえ。ママなんかね、ちょっと肌が弱くてね、ルルルンだとちょっとピリピリしちゃったりするんだよね。肌が合わないとさ、ダメだよね。肌が。なんとね、まあ、りみちゃんもね買ったんですけど、りみちゃんのものが思いのほか大きくて重いでしょね。何買ったかはまた購入品紹介で紹介したいと思います。じゃあまたバイバーイ。すごいホットなタピオカドリンクだって。ミルクないかも。グミベア。3時がおやつだ、甘い。